本当に始まりました。サラマイク、どうぞ。サラマイク。はい。すみません、ちょっとね、はい、まあ、いよいよアメリカ大統領選やってまいりましたので、こここそ英語世界史の喋る時だろうということで、はい。時だろうって誰が決めたんで、自分で決めたんでしょ。ぜひ、ゆきお先生にですね、どうなるのか、まだ結果出る前ですから、どうなるのか、そしてアメリカはどちらの大統領が勝って、どうなるのか、ちょっと予想していただこうと思いますんで。そんな、また書かれるから、そういう素人がね、言うんじゃないよって。でも、土曜日のね、僕のセカシャカの方で、どうなるかよりも大切なのは、アメリカってのはこういう国なんだってことを知っといてくださいっていうのは言っといたんだけど、一応。どちらが勝つんですか。森哲はどう思ってんの。森哲は友達と、アメリカの友達とかと話してて、はい、どっちの優勢みたいな感じなの。いや、もうちょっとで、やっぱりそれはね、西海岸は劣勢で、ちょっと嫌な状況ですよ。もう、いつもみたいに CNN もあんまり見れないですよ。それは、ハリスが勝ってほしいの、民主党が勝ってほしいの。もう、もちろんやっぱり民主党側に勝ってほしいっていうのが、やはりね、ブルーステイツはそうなりますから、やっぱり。だって今の民主党はひどいのよ、やっぱり。それは別に日本に入ってくる情報って割と民主党寄りのものが入ってくるだよね。もちろんそうですね。 CNN、 ABC、 それを僕が見てても、グラフとか見ててもデータ見ててもひどいもの。だって民主党寄りのものが入ってきてんのに、いやこれじゃアメリカ大変だろうみたいなってなってる。それでもまだ民主党にしたいんだね。応援。アメリカ人もさ、日本人と同じでもう少しよく考えた方がいいと思うんだよね、うん、でアメリカって上が変わると全部政治変わるじゃん、はい、日本は変わらないじゃない、うん、官僚が政治してるから。それも最後に言ったんだけど、ってことは大統領を選ぶってことはとても重要なことなんですよ、アメリカ人にとってみたら。じゃあその時にハリスさんとトランプさんをどっち選ぶって、まあどっち選んでも何かしらマイナスで何かしらプラスなんだけど、つまりハリスさんを選べば今まで通りのアメリカが続く、はい、ってことだね。でトランプさん、はい、うん、トランプさんがなればトランプさんの新しいアメリカになる。じゃあどっちを選ぶかっていうだけの話だと思うね。だから今の現状をずっと維持したい人はそのまま民主党を選び、やっぱ変えたいと思ってる人はトランプさんを選ぶって形になると思うんだよね。というのが普通でしょ、話の中だと。でも実はそれだけじゃなくて、この間の話の中ではそれぞれに経済母体がついてる。結局あれって経済の対立で、ハリスさんのバックには軍参謀隊がついてるね。つまり軍ですよ、戦争する人たち、今までについてた人たちです。でトランプさんはそうじゃない企業家たちや、うん、だそのいつもトランプさん言ってんじゃん、うん、その軍参謀隊へのなんか対抗心みたいな、はいはい、自分を狙うのは全部あいつらだみたいな、うんうんうん、ってことで結局はどっちが政権握っても後ろについてるのはめちゃめちゃ大きな経済企業なんですよ、うん、でおそらく軍参謀隊の民主党が勝てば古い方の企業がそのまま、日本でいうとトヨタとかそういう日立とかそういうことだと思うね、うんうん、でもこっちが勝てば新しい、だってイーロン・マスクがこっちについてるじゃん、ね、ってことは新しい企業でも、この間話したけど、じゃあアルファベット、グーグルとかどうなのかとか、メタはどうなのかわからない、うん、こっちなのかこっちなのかわからないけど、でもどっちかなんですよ。それが半分に分散されてるだけなんで、結局トランプが勝ったらこっち側の企業が政権握り、ハリスが勝ったらこっちの政権を握るって感じだから、うん、アメリカ人が国民はどっちを選ぶかって言ったけど、うん、だそういう風になるので、勝つか勝たないかはアメリカ人が選ぶことだし、もう一つ言ったのは、これも僕の動画見れば分かるんだけど、人気がある方が勝つわけじゃないっていう。それはアメリカ大統領選の選挙人の538人の取り方がちょっと変わってるじゃない、はい、つまり各州を総取りしちゃうので、うん、そうそうそう、なのでその得票数が多いから勝てるわけじゃない。そう、まあ、前ヒラリー・クリントンさんが得票数が多いのに、結局選挙人の数が多いのに負けちゃってるでしょ。だそれもちょっとほら、そうするとなんで多いのに負けたんだよって、負けた側が怒るじゃない、はいはい、だから分断されやすい選挙制度なんですよ、あれ。いつもステイツのね、このそれぞれのステイツこう色がね、分かれて、そうなんですよ、赤青ってこうやって表示されていく。でもこれは当然じゃない、それはなぜかステイツだからね、うん、合衆国なんで、州をやっぱり大切にすると、州がどっちに向いてるかっていうのを明確にしましょうっていうのがアメリカの昔からのね、うん、独立宣言からの方針なのでいいんだけど、僕はあれを民主主義だって言ってることが不思議でしょうがないわけよ、うん、だって指標めちゃめちゃない、はい、だって例えば50人選挙人がいるところで26取ったら勝つわけだよ、はい、そしたら24は指標になっちゃうんだよ。 そんな民主主義って立派なものなのって思っちゃうのって、うんうんうん、だからアメリカって分断されやすい。それは日本はないじゃん、そういうの。まあある面では日本はいいんだけどさ、だからアメリカ人一人一人も相当考えないと、結局負けた方が文句を言うっていうパターンが多い、はい、接戦だとね、うんうんうん、でも今回接戦って言ってるじゃん。そうですね、本当に接戦なの。
接戦とね、いつもやってますけどね、もう日本での報道も、いやもうこれは稀に見る接戦って接戦って言ってたけど、え、バイデンの時も言ってなかった、あれその前も言ってたけどな、4年前もその前も言ってたけどな、稀に見る接戦って言わないと多分ニュースが始まらないんでしょ、うん、コメンテーターとかの喋りが。だってこれでだよ、どう見たってトランプの方のが歴史的にもアメリカ人が選ぶにしろやっぱりトランプの方が有利な状態なわけ、うん、今で。で、このままトランプが勝てば多分普通だと思うんです、はい、でもこれハリスが、カマラさんがね、勝ったら僕びっくりしちゃう、また何か動いた、おそらくこのハリスを勝たせるための何かを動かしたっていう、まあ多分バイデンはズブズブだと思うんですよ、もうその後ろとは、ハリスさんは多分動かされてる感じがするので、まあ、トランプがいいとは言わないけど、なんかハリスさん勝ったらちょっと気持ち悪いアメリカだってちょっと思っちゃう、まあ、トランプが勝った時もね、すごい言われましたもんね本当にロシアから、ね、でもあれもだから、あれもトランプが随分否定してたのは、あれもだからこの軍さん副交代たちがトランプ攻撃をするのよ、はい、大好きなんです、うん、攻撃するのが。だからそういうのがあって、トランプさんにとってはちょっと痛いよね。だって新しい人たちじゃん、彼らのグループって、うん、僕はだから最後に話したのはトランプは嫌い、うん、僕はね、うん、でハリスは僕好きなんです、うん、あの人だけど大統領はトランプの方の方が向いてる、あ、なるほど、しトランプの方のが新しいアメリカになりそうな気がする、うん、だってすごい周りが若いじゃん、うん、だってバンズさんも昨日やったけど84年生まれですって、84年生まれって若くない？すごいですね、40歳、そうでしょ、ね、でしょ。でイーロン・マスクも71年生まれだから僕よりちょっと下なわけよ、うんうん、そんな人がブレーンでいたらそれは変わるでしょアメリカみたいな、うん、だからアメリカも変えたいんだったらトランプなんし、変えたくないならハリスさんってことになっちゃうんでね、うん、そういう多分振り分けになるっていう、うん、面白いですね、保守党の方が変わる、そうでしょ、そうでしょ、だからそれがやっぱり変わってきてるのよ、やっぱりどこも、うん、昔は共和党って言ったら本当にアメリカを守るみたいな感じだけど、うん、守るのは守ると思うんだよ多分、うん、だけども変わる、変化するって意味ではやっぱりトランプさんの方が変化しやすい状態には今なってるんだと思うけど、うん、でも嫌だろうね、変化するの嫌な人いっぱいいるじゃん、だって、はいはい、もちろんね、結局お金がさ古いところから新しい企業に流れるわけじゃん、うん、日本で、ね、日本で言うならばそのトヨタとかそういう伝統的なところ、ゼネコンとこからお金が新しい、ね、ベンチャー企業に流れるんじゃん、はい、そんな許されると思わない、ダメでしょ、だからそういうふうな見えない、国民には見えない経済的な対立が正常化してる、誰かもコメントでくれたけど、政治なんて経済なんですよ、うん、経済で得する人が政治を動かしてる、お金渡して、これはいくら何を言っても、あれを裏金って日本では言うけど、アメリカでは裏金じゃないじゃんって、もうあんなこと普通にやってることでしょ、ただ日本人は許さないです、そんなこと、やっぱり法律上ダメなんで、だからそうなってくると、やっぱりそれは素直にやっぱり経済が後ろについてるっていうのは、世界全部どこもそうです、エジプトぐらいじゃない。エジプトは経済出して軍がついてるから、あ、ね、ね、だからそういう感じだから、諦めなさいとは言わないけど、そんなにその真正直にね、あ、別にその山本太郎を言ってるわけじゃないけど、真正直に言っても政治って動かないんですよ、うん、で実際政治家になったらできるかっていうと、なんとなくあの石破さんを見てても分かる通り苦しいんだろうね彼ね、うん、やっぱり自分でも変えたくても変えるって言葉が言えないわけじゃないですか、だからそういうのになっちゃうので、ちょっとだから政治ってつまんないなってだから思っちゃう、ね、でトランプ勝つんだよ、だからおー、選挙戦の、まあ、僕もこの間ねシアトル行ってきたんで、テレビで CM 見るの好きなんで僕ずっと見てるんですけど、まあ、アメリカってやっぱ相手を叩けるじゃないですか、はい、そのまあ相手の候補者がいて、で民主党側と共和党側がいて、で民主党の候補出てきて、この人はこうこうこうするっていう自分たちの方をやるのもあれば、相手がこんなひどいやつなんだってすごいよね、すごい批判する CM、 シアトルのとこだとやっぱり民主党なんでしょ、まあもちろんそうですね、あ、でも一番組で昼の番組見てて両方の批判の、別に普通に同じ番組で流れますからね、あ、うん、同じ番組で相手を批判するのが流れるんで、いやちょっとハリスさん厳しいよ、でちなみに最後にハリスの声が入るんです、あ、そうなんだ、カマラ・ハリスでこれを言ってることを支持します、でとなるだトナルドトランプ側もあるんです、ちゃんとトランプ側、トランプじゃなくてトナルドトランプ隣のトランプ側も出てくるんですよそのトランプ側も共和党の人がこの民主党のバーっての、ああいうのね、この人を悪口を言って、候補者の悪口を言って、それに対してトランプがこれを支持します、エンドースっていうんですけど、エンドースしますっていうのがちゃんと最後流れるんですよ、面白いねコマーシャリズムってね、ごさ、なんか政策でよくさ政策で喧嘩してるけど、でも国民が望むっていうのは同じ政策じゃん結局は、だからどこの層に望まれるかだよね、ここの層に望まれるか、ここの層に望まれるかってことは、広い層に望まれる方が当選するってことになるよな、投票を考えると、だから日本でもおじいちゃんおばあちゃんに望まれることをやるから、
おじいちゃんおばあちゃんの票でおじいちゃんおばあちゃんが入れる点数を政党が勝つってことなんですよ、はい、っていうのでやっぱり政治ってそういうふうに作られてるので今回も同じ、まあ、心配なのは万が一民主党が勝った場合に戦争が続くってことなんですよ、うん、それはちょっと僕はやめてほしいなと思うし、うん、トランプが多分大統領になると戦争はいろんな意味でなくなると思うんです、はい、なくしていくと思う彼はね、うんうん、だって経済的にマイナスじゃん、うん、でおそらくそうするとロシアとなんかうまくやろうとすると思うんだから、はいはい、でそうするとロシアが勝っちゃう気がする、うん、勝つとあの戦争で勝つってことになっちゃうじゃん、うん、それはあんまり良くないよね、うん、だってロシアから攻めてロシア勝ったらちょっとさすがにやったもん勝ちになっちゃうじゃん、はい、そうすると、ね、そうでしょ、はい、そうすると他のねそういう核を持ってる国がじゃあなんだやったもん勝ちかってなっちゃうのはちょっと良くない、うんうん、そうですね、おそらくイスラエルもそうなっちゃうと戦争を終わらせて、うん、レバノンとかパレスチナがもう完全負けになる、あなるほどってなっちゃうのは戦争なくなるのはいいけど、うん、ちょっと僕としてはあまり気持ちは良くない、どっちかだね、そんないいものばっかり取れないからね、そうですね、難しいけど、はい、でもそんなこと言ってても日本はどうすんの、でアメリカがクッて変わったら日本もクッて変わる、いろいろみんな言ってんじゃん、円安になるだ円高になるかって大きく違うじゃん、うん、これ以上また円安になったらさ物価はもっと上がる、うん、でしょ、で補助金渡せとかなんとか言うけどやっぱり財務省があれだけ力を強く持ってるとさ専門の人いないから、そのプライマリーバランスってそんなに大切なのかなと思って、ぜひコメント欄で、まあ、バズったらね来そうですけど、いろいろね、うん、だから税金ね、税金で賄うっていう考え方ね、うん、この国を、うん、どうそんなに重要なのかな、なんて借金しちゃいけないのかなっていうのも、うん、どうしてもまだは僕は分からないんで、どうですか、ぜひコメントで、うん、本当コメントくださいってぐらいですけどね、 あとはそうですね、僕はまあだからカリフォルニアとか行きたい人間ですからまあ周りにやっぱカリフォルニアでこのやっぱトランプにまあもうなるだろうっていう雰囲気はまあやっぱあるはあるんで、 あるんだあるはあるんで、それに対して永住権取った人いっぱいいますから、もう今のうちっつって、ああ入れなくなっちゃうから、今のうちに永住権って言って、もうここだから1年ぐらいで永住権動いた人すごいいっぱいいて、僕グリーンカード取りましたよ僕の友達、あそうなの、はい、でそう思うのもメキシコ人も同じだと思うんだよね、で今ちょっと厳しくしたじゃん、はい、一時的に、うん、なんだけどそのやっぱりバイデンさんがあんな状態なので、多分次は民主党勝てないってみんな思ってるので、メキシコ人も思ってるんですよ、はい、で今中国人も実はロサンゼルスの方から入らないで、いわゆるメキシコのエルパソの方から入ってるらしくて、わざわざだよメキシコから行って、そう一緒にメキシコ人と中国人が入ってくるらしいんだよ、だから彼らは今のうちに入りたい、トランプになると入れないからっていう、でもそういうのもトランプが勝つんじゃないかっていうのがみんなが思ってることになっちゃってるんだよね、多分ね、仕打ちの事実として、でまあこうやってこれを見てる皆さんはその影響が日本にどう出るのかを多分知りたいはずなんだけど、これはなってみないと分かんない、しかも怖いのは今僕もいろいろやってんじゃん、その株とかいろいろやって、はいはい、カラファスとかやってるけど AI が怖いんですよ、あ AI ってある一定の設定をするわけです、はい、こういう風になったらこう動けと、うんうんうん、でそう動く、本当に動くね、ある一点まで行ったら下げろとか上とかってなるからさ、でそれってさ結局 AI 操作になっちゃうわけよ、うんうんうん、人の心じゃないので、うんうん、その AI を読んだ人が勝つみたいな感じ、あ確かに、でもあんまりみんながトランプトランプで、じゃあ円安だ円安だって言ってるとどっかで円高にするべみたいな、あ AI が設定して逆にね勝つために、うん、でそういうふうな現象が起こるので思わないことが起こるって、うんうん、最近変な動きするもんだって、なるほどね、うん、だからそれはこれ今見てやってる人も多分いると思うの、株とかその為替とかやってる人はコメンテーターが言ってることを鵜呑みにするじゃん、うんうん、もう俺はプロじゃないんだあれだけど、うんうん、プロの人が、プロの人が言ってるとそれを AI にインプットして、はいはい、AI が儲かるように逆にするわけよ、はい、AI が、あはいはいはい、怖くない、怖い怖い、絶対買いですとかみんなが買いですって言うと、はい、じゃあみんなが買うんだったらどっかで売ったらさ、ね、得するわけじゃないよ、はい、そういうふうに AI が設定されてるらしくて、はい、めっちゃ怖いねと、やらない方がいいよ俺兄さんやってないし、はい、そんなもん発言していっぱい書かれたら知らないですよ、もうそれこそエコチェインバーですよ、今ユキオ先生がやらない方がいいって言ったって切り抜かれる NISA 反対側を切り抜くし、いや NISA が悪いわけでも NISA 悪いって言う人意外といるよね、うんうん、悪くはないけど別に今やらない、今のやってない人、やってない人が今始めるなんて危なくって、うん、だって今始めたって1年後話だって別に1年しか変わらないんだから、うん、そんな変わんない、だから忘れなくていいじゃん、怖い怖い、いろんな話で聞けましたけどね、まあ、僕としてやっぱりね、その移民が気になるところではあるんで、アメリカなんて大変なことになるんだ、もうだって今だからすごいぞ、ゲイマリッジがめちゃめちゃ高値で売られてるんで、あすごい高値でマジで売られてます、はい、ゲイマリッジは質問が少ないので、あそうなんだ、はい、その聞いちゃいけないっていうのがあるんで、あそうなの、はい、移民として、まあ、普通にカップルが
いますね、うんうん、カップルがいてでグリーンカード取りますっていう時はめちゃくちゃ厳しいんですよ。だから審査が質問だったり、はいはいはい、でもゲイでいると質問がすごく緩くなる。ああ、そうなの。なのでこのゲイマリッジの権利を売買がすごいです。売買するんだ。はい、1000万とかね、で1000万円ぐらいのとかで結婚する。そんなお金出してまでアメリカに来たいの。そうなんですね。そういう人がいっぱいいますね。アメリカってでも俺の知ってる人とかは戻ってきてる人多いもんだって。ああ、なるほど。あ、でもね、東海岸に住んでる人が多い。ああ、なるほど。なんで、まあ、ニューヨークとか今かなりガタガタだし、うん、サンフランシスコもかなりガタガタなんで、サンフランシスコはもうボロボロですね、って言ってたね、はい、なんかスーパーとかも全部潰れちゃってるしって言ってるぐらいだから。でも見えないじゃんね。でも儲かってる人は儲かってるわけよ、うん、大きな企業は、ね、だから株は上がってるじゃない、はい、だからあれは多分ギャップ、現実のギャップと見えてるこの株価のギャップは相当あるので、それ日本では絶対流さない、うん、YouTube で流れてるから、うん、YouTube 見てる人は多分気づくと思うけど、うん、アメリカの現状流してる YouTuber いるよね。まあそうですね。サンフランシスコとかね、やっぱそのボロボロなところをね、うん、流してる人とかね、フィラデルフィアとかね、いつも流れてますけど、ね、はい、やばい。フィラデルフィア本当にやばいじゃん。なんか異臭がするっていう話だよ。もうそれはもう、はい、ダウンタウン異臭するとこ多いですよ、うん、そう、異臭多いんだ本当に俺アメリカは怖くてね、本当に行けないね、全然。そんな感じでアメリカの未来は日本につながってるし、あ、日本はアメリカの一部。危険危険って言わないですか。僕もだってもう街こうやって配信しながら歩いてると大丈夫ですか大丈夫ですかっていっぱい来てました。いや大丈夫だから、僕全然夜中歩いても全然大丈夫だからバンクーバーでもめっちゃ来ました。いや、バンクーバーとか超安全だからね、カナダっていうことでございました。ぜひいい結果どうなるかね、はい、ちょっと分かんないけど、火曜日に出た。怖いな、まあ、火曜っても時差あるんで、多分水曜日なんだけど、6日なんだけど、6日の夕方ぐらい時間かかるんで、だけど全部ね、多分3週ぐらい決まんないんだよ、はい、あ、はいはい、あの得票数が近くて、はいはいはい、でまたもう一回チェックだとか言って、はい、多分20日間ぐらい遅れたりする。そうそうそう、どっか前もそうだったよ。 CNN の、ね、あのライブがずっと続くのが大変なんですけどはい、ということでございました、はい、ということで、まあ、皆さん6日ね、はい、見てみましょう。ご視聴ありがとうございました。ショコラマサラもバイバイ。